京銀座新谷歯科口腔外科クリニックに今日もお邪魔しております。新谷教授、今日もですねリスナーの皆さんからの質問にお答えいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。質問、前歯2本とその横の歯1本を保険内で歯医者さんで土台から作り直したのですが、およその耐久寿命年数ですね、どのくらいになりますでしょうか。15年前に作った差し歯は黄色く変色してしまいましたという今日質問が来ております。ちょっと今日は厳しいことを言いますけど、はい、保険の前歯っていうのはあんまりお勧めしません。でどうしてかというと樹脂なんですね。樹脂っていうのはレジンっていう、まあプラスチックとも言えないけど樹脂なんです。で樹脂っていうのはいけないところは何かというと水を吸う。樹脂はどうしてもで水を吸うので、当然紅茶とかあれもそんなに紅茶飲んだからってもうその保険のね前歯で紅茶飲んだからってここが紅茶色になることはないですよ。だけど長いこと経っていくと、要はねサーフボードとかあとは公園のお船、あれも樹脂でできてるでしょ。あれを行くと色あせるじゃないですか。ああそうですよね。でもう一個の方は何を使ってるかというと瀬戸物、要は人工ダイヤというものであったり、あるいは瀬戸物を使うものです。で瀬戸物って明治時代とか江戸時代とか、もっと古い安土桃山時代とかぐらいからのやつも綺麗な色をしてるんですよ。傷ついてなければすごく綺麗ですよね。確かに。でそういった意味で瀬戸物のものを前歯に使うっていうのがあるんですけども、今の保険点数というか保険制度では導入されてない。ですから裏が金属で前がレジンっていう、そういったような樹脂で作られるんですね。そうすると色がつきます。もう早くてね半年ぐらいで僕らプロから見るとあちゃーと思うぐらい色がつきます。あでもちょっとわかるかもですね。あの知り合いの方とかで前歯がやっぱ変色してる方いらっしゃるの でしょう。あれやっぱ保険内の対応で作った歯っていうことですよね。それともう一ついけないことは、あの最近ファイバーコアっていうのもある程度適用になってきましたけれども、金属のコアっていうか土台入れるんですね。それでガンガンと噛むと、どうしても金属のこの芯棒を深く入れたりすると歯が割れてしまうことがある。そしたら前歯がなんていうか歯を抜かないといけないことになるので、土台を立てるのもできればいいやつ。今はあの釣り竿の先のね、どんな大物釣ってもギューッとしなるでしょ、ああいうファイバーっていう、ものすごくファイバーが良くなっていて、歯の質というかそういったと近いので、ファイバーコアっていうのを立てて、その上にまあ土台というか、まあ建築と一緒ですよね、土台立てて、でセラミックあるいは人工ダイヤのジルコニアって言うんですけど、ジルコニアかセラミックを入れるということをします。だから僕よっぽどのことない、うちの保険で診療もしてるんだけども、まず前歯に関してはそれを説明して、もうお願いだからお金貯めて来てと。でうちのとこのクリニックで入れてまあ半年ぐらいで黄色くて、これ新谷歯科で入れてもらったんよって言われたら僕もちょっと心が痛いのでもう前歯はそこがすごくこだわります。だからぶっちゃけ患者さんってその保険対応とそうでない場合、やっぱりもちろんいい歯にしたいでしょうけど、金額の差ってすごい気になるんじゃないでしょうかね。だからもう変な話、プロから見ると対応年数はって言ったら、噛むということでは5年10年もしますけれども、もう色味という、特に女の方ね、ニンと笑った時の黄色くなるという意味ではプロから見ると半年も持たないっていうのが、まあ現実ですね。現実。これ見てくださいね。ここのこれが EMAX っていう白い金属からね、でこれが例えばこれも自費対応なんですよ。自費でハイブリッドって言って、樹脂とそれからセラミックの粉が一緒に入ってるようなもの、それですら5年ぐらい経ってくるとこんだけ色がつく。で10年経ってくるとちょっとこれテカリがないの分かる。分かりますね。要はセラミックの粉は全然ならないけど、樹脂は溶けていくというか、ただなっていくとちょっと荒れてくるわけです。ですから僕はこれですら入れないの。ああなるほどですね。もうすでに色がね、やっぱ違う、ね、だから自費のところで2つあるんですけど、もうこっちしか僕はもう 前歯に関して、前歯に関しては入れない。ものすごく綺麗なねお顔されてる方とか、それからものすごく素敵な人がニッと笑った時に、先ほど言われたように歯の色が違ったりとか、
トウモロコシのなんか色が違うトウモロコシじゃないんだから、そういうのを見るともう本当に僕はがっかりするので、やっぱり前歯ってこうニッとこうね一番目立つところなので、そうそうそう、印象が大事ですからね、保険対応の歯で、やっぱり半年ぐらいで色が変わってもいいっていうのなら仕方ないけれども、なるべく、まあコストのこともあるけど、ね、あるけれどもね、なるべく前歯は頑張ってですね、お金貯めてはめていってもらった方がいいんじゃないかな。普通の裏で赤いなんかそこのなんとかなんていうのあるでしょ、あれで何倍も払うんだったら前歯に金払ってよって、そうですよね、本当にそう思う。普通の俺なんか誰も見ないからね。そうですよね本当本当。ということは、今日のご質問の方にね、メッセージはね、メッセージ、前歯にはお金をかけよう、かけよう、はい、ということでした。それで行きましょう。ありがとうございます。新谷教授へのお口の悩みや質問、皆さんからお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。